ございます。俺ね、ちょっとアリエクスプレスっていうなんか中国版アマゾンみたいなサイトでなんかね、面白そうなキーボード探してたんですよ。そしたらなんかね、木でできてるキーボードを見つけたんですよ。まあでもキーボードとは言ってもなんか自作キーボードのパーツで、もう完成品ではないんですけど、なんとね、もう木製でできてるキーボードのパーツを見つけたということで、でもね、めちゃくちゃ欲しかったんですけど、なんかね、超高いんですよ、そのパーツが。木製のキーキャップだけで1万8000円するんですよ。やばくないですか？まあ、これで自腹切って動画撮っても絶対赤字なんで、コミュニティでね、いいね2000いったら、このキーボード買いますってやったら、いいね2000いかなかったんで、買いました。じゃあ早速ね、見ていきましょう。おい！こちらの3点でございまーす！で、まず買ったのが、これ。キーキャップで、静音赤軸を買いました。これが、5000円ぐらいでしたね。あ、これキーキャップっすね。ちょっと見てもいいっすか？タラララララ。うおー！キーキャップだけで1万8000円するってことは多分本物の木だと思うんだよね。うわー、すげえ！待って、やばい。ガチで木の匂いするんだけど。しかもなんか、めちゃくちゃ触り心地よくて、木の感触が超いいね。どうすか、これ。ガチで木なんですよ。これ見てもらえればわかるんですけど、キーの印字がね、印刷じゃなくて彫られてるんですよ。やばくないっすか、これ。マジで手込んでるっすよね。でもこれなら、まあ1万8000円でも妥当かなっていう感じはします。まあそれでも高いですけどね。次は、これがベースになるキーボードですね。で、ちなみにね、このベースも木製でできてるんですよ。さあ、入れよう。じらしていくタイプか。この部品あれじゃない？キーキャップを抜く工具じゃなくて、キースイッチを抜く工具なんだ、これ。ちょっと、本物かどうか調べたいんで、匂い嗅ぎますね。うわぁ、ガチで木だ。これもね、キーキャップと同じで木の匂いがする。マジか、すげぇな。なんかね、やっぱね、本物の木だから、触り心地がね、すべすべサラサラっていうかね、前回はね、木製じゃなくて、アルミフレームで作ったんですよ。これです、これ。金属製で、めちゃくちゃひんやりしてるんですよ。さあ、ってことでね、早速、作っていきましょう。自作キーボードを作るときに注意してほしいのは、キーキャップの形が合わなくて、はまんないっていう事態になる可能性があるのでね、合うかどうかね、確かめてから買うようにしてください。さあ、ということで、早速、キースイッチをはめていきましょうか。まあ、なんかね、自作キーボード、俺も最初はめちゃくちゃ難しいみたいな印象があったんですけど、こういうタイプって超簡単なんですよ。もうキースイッチはめて、キーキャップはめるだけ。世界に一つだけのキーボードを作れるということでね、もうめちゃくちゃおすすめですね。できたー！ってことで、もう完全木製キーボード完成しました。すごい、見て見て。どっからどう見ても全部木製。やっぱね、線を赤軸にしといてよかったね。なんて表現したらいいかわかんないんだけど、スコスコでもなく、カッチカチでもなく、ぬさぬさなんだよね。触ればわかる。もうまるでキースイッチも木でできてるんじゃないかって思わせるような打鍵感です。じゃあ早速、繋げてみようかな。光った！ってことは、これは使えるのか。早速、寿司でやっていこうと思います。危ない。オッケー。風船。あ、キルパクすんな。イキリプレイしたら負けていくスタイル。はい、というわけでね、今回はこちらの木製のキーボードを作ったわけなんですけども、全然ゲームはできるしタイピングもしやすいということで、皆さんよければね、自作キーボード作ってみてください。ということで、じゃあな。